明治28年を最後に約30年の間、ほらにやったやなかったため、書き方や太鼓の叩き方を忘れてしまいました。大正15年に仙台やったいが新調された際に、当時の世話人が貴様より改めて書き方を習いました。なぜ貴様から習ったというのは、その理由はなどですが、この書き方によって80年が経ち、すでに西鳥の伝統となっていると言っても過言ではありません。次に会社などの関係です。阿保市の海津村とはかなり距離が離れているにもかかわらず、とても深い交流があります。それにはいろんな実態がありますが、遠い昔から平成の今日まで厄介に乱切り引きを共に助け合い、仲良く伝統を守っております。かつての少ない日本にとって、海津村の存在は勇気と力を与えてくれます。かつては喧騒が絶えなかった日沿いですが、今では祭り行事の一体を取り仕切る交友会と組の名が示す通り、他村との交友を深めつつ、村人が一致団結して祭りを成功させるように頑張っています。
集いの皆様ありがとうございました。集いの皆様ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。気をつけてお帰りください。